新型コロナワクチンっていうものじゃなくて、新型コロナウイルス感染症って何なのっていう、はい。この部分からまず入っていかないと分からなくなっちゃうんですよ。うん。新型コロナウイルス感染症、これのことをコビット19って言いますね。はい。これはコロナウイルスのことを言ってるんじゃなくて、この病気がコビット19っていう、名称ですよっていうことなんですね。で、正式な言い方で、新型コロナウイルス。これ、正式名称だと、SARS の変異株。別種の変異株ってことなんですね。だから、SARS ウイルスっていうことになってるんですよ。それなんで、一番最初に、この新型コロナウイルスが出たときに、2類という、SARS ウイルスと同じランクの、SARS、MERS と同じ類別の5段階の中の上から2番目、2類ということになったんですね。で、途中で、風邪とあんまり変わらないじゃないのっていう話が、実は厚生労働省とかそっちの方から出ていて、去年の残ってる資料でいくと、8月か10月に、もうこれって5類にしてもいいんじゃないのっていう会話が、レポートが出されてるんですよ。ただの風邪としてっていう。ただ、海外の方がね、そういうふうになってないんで、なかなかそこに踏み切れないって。それで、今年の5月までにその結論を出しますよって言った結果が、指定感染症っていうものになってたんです。で、ここで問題なのは、この病気っていうのはあくまでも SARS なんですよっていう、菌がっていうことなんです。だから、危険だっていう言い方になってっちゃうんだけど、まあ、実際に皆さんの周りにかかってる人がどのくらいいるかって見てもらうと、意外といないんじゃないのっていう。もしかかったとしても軽い軽度で終わってるから、SARS と言っていながら、みんなに知られてる SARS ウイルスとはちょっと違ってくるっていう。そういうふうに見てもらった方がいいのかなと思ってるんです。それで、ここでもう一つ問題になってくる。これ何かというと、抗体ができないってことなんですよ。必ず病気にかかったときに抗体ができます、感染症の場合。で、その抗体を体の中に入れるのがワクチンで、その抗体があるから、その抗体を攻撃するために免疫細胞が活性化します。その状態のときに、他の病気が入ってきたときに、その病気をやっつけるっていうのがワクチンの役目ですね。ところが、よくみんなが感染してしまえば、免疫防御みたいなのができるっていう話をしてるじゃないですか。はい、集団免疫。集団免疫ですね。でも、あれって、実はこのコロナに関してはできないんですよ。っていうのは、早いやつだと1週間で消えるんです、抗体が。長いやつでも半年で消えちゃうんですよ。いろんな種類があって。ということは、まあ半年に持つものだとすれば、半年に一遍ワクチンを打てばいいっていう話になりますよね。ところが、1週間で消えちゃうやつは、毎週打たないと意味がないってことなんですよ。で、そんなことできないじゃないですか。それで、これ NHK の、9時からやってる NHK スペシャル、これの中で、このワクチンのことについて、特集をしたんですね。で、これはすごく肯定的なもので、いかにワクチンを推し進めるかっていう NHK が、そういう形のもので、世界中から出ている論文、この中でウイルスの関係の論文を説明したり、ワクチンの説明っていうのを、中で事細かにやっていきながら、これはいいもんですよっていうことをする番組があったんですね。で、これの中で見てて、これで本当にいいのって思ったのは、何かというと、抗体ができません。はっきり言うと、持つものでも最大で半年で消えてしまいます。これを継続させるために何をするかっていうことになってきたときに、その塩基配列、リボ核酸の配列が分かってるから、それをもとに、要するにウイルスの設計図ですよね。これをもとに遺伝子操作をして、ウイルスを作ったんですよ。完全なウイルスじゃないやつをね。
そのウイルスをワクチンとして人に注射するんです。で、注射されたウイルスは細胞に取り込まれるんですよ。で、人間の細胞を使ってどん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 ウイルスを作っていくんです。そのどん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 作って放出されるウイルスに対して免疫細胞が働きます。だから本物が入ってきたときにそれもやっつけますっていうのが今回のコロナウイルスなんですね。でもよく考えてほしいんだけど、不完全なもの、人間に害を与えないよって言ってるんだけど、それも当てにはならないわけですよ。そうやってウイルスを人工的に作ってウイルスに感染させるんですよ、人間を。それによって免疫細胞を活性化するっておかしな話だよねって思うんです。でもこれは NHK の中でちゃんとやってる話だから作り事としても何でもないと思うんですよ。そうなってた時にさっき言ったウイルスの感染状態で人間の中でどんどんそのウイルスが再生されていくわけですね。で、今の、コロナウイルスっていうのがどのくらいで変異株っていう形でできてるかっていうと、2週間に一遍変異してるっていうんです。これも変な話なんですよ。これ去年の今頃かなにワイドショーを見てた人だと大体わかると思うんだけど、スパイクタンパク質の数によって変異できる回数が決まってる。で、それは12回から14回だ。だから今年の暮れくらいまで、だから去年の暮れですよね。まで来れば変異は終わって人間に対して無害になる。だからその頃になれば収束をするっていうことをワイドショーで大々的にずっとやってたんですね。で、実際に SARS も MERS も変異を終えて危険じゃない状態になってるわけです。そういうふうに考えると、いまだに2週間に一遍変異してるっておかしくないっていうことになってっちゃうんですね。そうすると、全く違うウイルスなんじゃないのかなっていう心配と、もう一つはそれを人工的に作って人間に注射し、細胞に取り込ませる。で、そこでどん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 増えていっちゃうわけですよね。コピーを作って。っていうことは、その人は完全に感染した状態になるわけです。そうですね。その感染した状態っていうのが、どん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 続くわけです。そしたら、今のウイルスが感染するように、同じ確率で家族とか知人には感染する確率が出てくるわけですよね。そうですね。だからそういった意味では人工的に作られたウイルスがどうであるか、で、これがまた怖いのが、各作ってるところによってこのウイルスって作り方が違うらしいんですよ。そうすると副作用のに関してもそうなんだけど、メーカーによって副作用の出方が違うんですね。例えばファイザーでいくと副作用が出るのは3人に1人、アストラゼネカになってくると8割が出るっていうんですね。で、それ以外のワクチンでも同じように副作用が出るわけなんですよ。だから武田さんが見せてもらった写真っていうのは、問題なのは何のワクチンを打った時にこれになったかってことなんですね。アストラゼネカ結構やばいみたいですね。そうです。まあ、それ以外にもいろんなところでいろんなものを作ってるじゃないですか。で、基本は抗体が原則なんで、その抗体が作れないから遺伝子操作で作ってるんですよ。逆に言うと先進国とか、まあ極端に言うと化学兵器を専門に研究してるような国じゃないと作り出せないんですね。そういう状態で作られていったものをどんどん人に注射してってるっていう。それと将来的に怖いっていうのは何かっていうと、注射した時に副作用が出たら国が保証してくれるんです。ところがこれが何年かして後遺症が出た時っていうのは、ワクチンによってそれが起きたってことを証明しなくちゃいけないんです。で、証明した時に訴えるのは医薬品会社なんです。国じゃないんですよ。
まあ、国も訴えて訴えられないことはないんですけど、基本からいくと医薬品会社を訴えるわけです、うん。じゃあ普通の人にこのウイルス、ワクチンによってこの症状が起きましたっていう証明ができるかどうかってことなのね、うん。だからそういった面ではすごく怖いよねっていう。そうですね。ただ本当にそういうものになっていくかどうかっていうことは誰にもわからないってことね、うん。今出てる症状っていうのは、それは実際にもう出てワクチンをいっぱい打ってるからそれによって出てきてるんです。だからそういうことはあり得ても、じゃあ本当に危険かどうかっていうこと、いろんなことに関してね、ここから先ずっとその後遺症が残るのかっていうことに関しては、今始めたばっかりだから誰にも大丈夫ともダメとも言えないんですね、うん。だからこの辺は分かりません。ただ怖いなと思ってるのは、人工的に人間に安全だっていう SARS ウイルスを作って人間に注射し、細胞に取り込ませて、その細胞で増殖させて体中にばらまいてる。当然それは唾や咳、こういうものによって撒き散らされます、うん。ちなみにあのどのくらい飛ぶかっていうと、一応あの富岳というスーパーコンピューター、うん、これであのシミュレーションすると、あの普通の会話とかそれで飛ぶのは1メートルだそうです、うん。でマスクを2枚重ねにしても効果ってほぼ変わらないということになってます。だからマスクをしてもあまり意味がないっていうのが富岳の結果なんですよね、うん。ただマスクをした方がいいでしょうねっていうのは、ジョギングなんかするじゃないですか、うん。そうすると走りながら息を吐くから息が後ろに行くわけですよ、うん。そうするとね、3メーターぐらいになるらしいんです、うん、飛ぶ距離が。実際にはそこでやったときに人間が前へ進んでるから、その距離なんかを入れてなんですけど、大体3メートルだそうです、うん。そういった意味ではマスクをするなり手洗い、うん、これをちゃんとすれば8割型のウイルス、あの今回の感染は防げるっていう結果らしいんですよ、うんうん。だからマスクを本当にするしなくちゃいけないかどうかっていうのも正直言うと分からないっていうのが現状なんですけど、うん、いずれにしてもさっき滝沢さんが言っていた家族から移されるとか友人から移される、うん、ワクチンを打ったか、うん、あの人からって、そういう可能性は十分に考えられるっていうのが、うん、なるほどね、現状のワクチンっていうものです。